皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、最初の一歩は100歩の価値があるということについてお伝えしたいと思います。最初の一歩ってですね、結構大変なんですよ。なので100歩ぐらいの価値があるっていうことをねお伝えしてるんですけど、よくですね、0から1を作るのっていうのは、力学からしてもですね、最初のこう摩擦がある状態でこう大きなものをグッて動かす時の1って大変なんですけど、1回乗ると慣性の法則が働くので、そのままスルスルスルって前に行くっていうのはそこまで難しくないんですよ。重たいものをね動かした経験がある方っていうのは多分そのあたりわかると思うんですけれども、一番最初がね結構大変なんですよ。で、新しい新規事業とか新しく事業を立ち上げる時も全く一緒で、最初の一歩がもうとにかく手探りで、とにかく大変で、前に進むっていうことを決意して準備して動くことすら、まあ結構大変なんですよね。で、特にそうですね、会社員から転職っていうと保証がなくなるわけなので、その例えば保証っていうのは要は給料の保証もそうですし、あと集客の保証がないですよね。集客できなかったらそのままゼロになるし、集客できればお金が入ってくるかもしれないみたいな感じあと経費的なものとかも全部自分で出していくことになりますので、いろいろとこう不安とかね、怖い面もあると思うんですけれども、それをしてでも会社を辞めるのか辞めないのかって決断する時っていうのは、一番心の中でしんどいところじゃないかなというふうに思います。で、実際に、私も会社員から自営になった時とかに、そんなに貯蓄できてない状態で自営になりましたので、パン教室を立ち上げた時に、それ用のテーブル、オーブンとか箱キーとかいろいろ買い揃えたら、スズメの涙の退職金なんて全部なくなっちゃいましたから、もうそういう意味ではもうやるしかないという形ですね。基本的にやらないとお金が入ってこないんだ。なのでもうどうしようっていう選択肢はなかったので、やるしかないって言ってやって、できてるっていう状態ですね。崖っぷちって言えば崖っぷちです、はい。準備はもちろんしてましたけど、集客できるかどうかは本当に集めてみないとわからないので、そこの覚悟と腹をねどう決められるかっていうのもあったりします。だけど最初の一歩って本当にそれだけの勇気を持って前に進むっていう決意が必要になってくる内容でもあるので、非常にこう素晴らしい決断であったりとかね、何しろ動いてみるっていうことに価値があるっていうことを理解していただくと、まず一歩できたんだって言ったらすごく自分を褒めてあげてほしいんですよ。2歩目3歩目っていうのは慣性の法則で、足がね自然に前に出ます。1歩目がねすごい大変、しかも会社員からの転職とか言うと、片足を会社員に突っ込んだまま自営をやるっていう選択肢をねやる方ももちろん悪くはないんですけれども、後戻りができる状態を作っておくと、結構困難があった時にすぐそっちにね戻りたくなっちゃうんですよ。そして結局前に進まないっていうケースもあるので、本当に一歩前に進み切るっていうことができる人っていうのは素晴らしいなと思うし、エールを送りたいというふうに思っています。それでは